ちょっと、そこを通りかかったしょぼくれた顔の後輩。そのように警戒するでない。分かっているであろうが、最近の私は機嫌が良い。たまにこの姿になって、夏の幸福な思い出を反芻してしまうくらいにはね。というわけで、余裕ある私はこの今日というイベントにも圧倒的上から目線で参加できるというわけ。その幸福に至るまでの過程には、お前の努力もちょっとは関係してなくもない感じだったし、せめてもの褒美としてお前にこれをくれてやるわ。はい。はあ？何か文句でもあんの？これは今、私が感じている幸福を形にしたもの。こうして私たちの状況を分かりやすく形として示しておけば、邪魔者は自然と遠ざかるでしょうし。それがチョコなら、ついでにお前への義理も果たせるって寸法よ。一挙両得っていうやつ？あ、もちろん手作りだから、甘類しながら食べなさいよね。あ、ちょ、待ちなさい。信じられない。私のところからかじろうとするなんて。お前には先輩に対する敬意というものがないわけ？まず最初に皇后様のお体をかじるなんてどういう了見？そんなの許されるわけないでしょ。というか、食べる際に一番大切な絶対の禁止事項を思い出したわ。真ん中で割るなんてもってのほかだから、これは死んでも厳守しなさい。人間どもの宗教とか運命観とか知らないけど、縁起が悪いにも程がある。じゃあどうやって食べればいいのかって？そうね、丸飲みでいいでしょ。無理？試してみてから言いなさい。ほら。ああ、なんて優しいのかしら、私。幸せすぎて丸くなっちゃったのかもね。ただの義理チョコにこんなサービスなんて。それならいいでしょう。私たちの平穏を守るために涙を流して努力するその方向性、これからも忘れないように。練習とかしてたら止まらなくなってね。いろいろパターン違いも作ってみたかったし。何そのパターンってみたいな顔は。よく見なさい。これは微笑む皇后様。こっちは敵を睨みつける最高にかっこいい皇后様。表情が全然違うでしょ。わかりなさいよ。まったく。ところで後輩、変なことを言うようだけど、最近原因不明の寒気がするのよね。そのチョコを作ってから、誰かにじーっと見られているような、
付きまとわれているような。私は呪う方で、呪われる方じゃないんだけど、なんか今だけはお前の目に真実味を感じるわね。人間がやる解呪の方法とかよくわからないし、必要だって言うなら1枚くらい使うのを許可するわ。無駄にするんじゃないわよ。それじゃあね。ああ、一応言っておくわ。言うまでもないことだけど、たとえ呪いでもそのチョコを割ったりしたら承知しない。死んでも丸飲みしなさいってお札にでも書いて伝えときなさい。